Thank you.
こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。マダムターン前に行きそうです。続いてブロリアプレジャー、その隣にポップサバト、マチカネ日本バレ、そのうちに続いています。その外にアンパサンド、ナイキハイグレード、そのうちに続いています。その外にダウンフォルゼ、黄色の帽子、アラビアスカイ、その後ろすぐ隣にモリビート、しんがりからビクトリーテツニー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭からマダムターフ先手を取りました。少し間が空いてマチカネ日本バレ、ポップサバト、すぐ後ろその後ろにハードブーケ、さらにはナイキハイグレード、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方からマダムターフ先手を取りました。その後ろからはマチカネ日本バレ、すぐ後ろにナイキハイグレード、ハードブーケ、それに続きます。好位置をキープしています。肩の間巻き、ビクトリーテツニー、すぐ後ろその外にシャトーゴールド、その外からダンフォルセ、黄色の帽子、モリディート、その後ろアラビアスカイ、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてマダムターフ、ポップサバとほとんど差がありません。肩の間巻き、いい位置です。さあここからどうか。さあ直線に入りました。この直線は短い。先頭はマチカネ日本バレ、マチカネ日本バレ先頭、2番手はマチカネ日本バレ、残り 100m、 肩の間巻き抜けた。2番手はマチカネ日本バレ、先頭は肩の間巻き1着でゴール。肩の間巻き1着、2着はランフォルセ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは肩の間巻き。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はオーケンブルースリー、オーケンブルースリー先頭、2番手はフォゲッタブル、オーケンブルースリー粘る、フォゲッタブル食らいつく、オーケンブルースリー1着、オーケンブルースリー1着、2着にはどうやらフォゲッタブル、オーケンブルースリー見事な勝利です。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってカジノドライブ、カジノドライブ先頭、2番手はウォータクティクス、懸命に追いすがります。あと 200m、 カジノドライブ先頭だ、残り 100m、 カジノドライブ先頭、2番手はカカノセッツシ、カジノドライブ1着、カジノドライブ完勝、カジノドライブ1着、2着はカカノセッツシ、カジノドライブ見事な勝利です。
こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、カタノ注目、前に行きそうです。グロリアエリート、それに続いています。さらにはカタノアドマイヤ、10番リトルマイク、その後ろ。それでは先頭から、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。それでは先頭から先手を取ったのはグロリアエリート、緑の帽子リトルマイク、その後ろスマートバーリン、すぐ後ろカタノ注目、好位をキープ、青の帽子ダイナマイトリージェント、その後ろ。これに続くのがカタノアドマイヤ、並んで8番ハロースパークル、その外にギャラントフローリック、その外からジューンコンコルド、並んで13番サークルモーニング、ファーストステージ、そのうちに続いています。その隣にノルディックトゥルース、ジオポンティ、すぐ後ろ最後方にウィッシュリセス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として2番グロリアエリート、リトルマイク、ほとんど差がありません。3番手にカタノ注目、絶好の手応え、カタノ注目いい位置、安城のゴーサインに応えるか。先頭変わってリトルマイク、リトルマイク先頭、2番手はカタナドマイヤ、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はカタナドマイヤ、リトルマイク必死に追いすがります。2番手はジオポンティ、カタナドマイヤゴールイン、カタナドマイヤ1着、2着はジオポンティ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタナドマイヤ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はカフェウェルズ、あと 200m、 先頭はカフェウェルズ、カフェウェルズ先頭です。このまま押し切るか。カタノカレン、カフェウェルズ追いすがります。カタノカレン、カタノカレン1着、2着にはどうやらカフェウェルズ、見事に勝ちました。カタノカレン、カフェウェルズ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
Thank you.
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったカカノ産業、ビートブラック先頭、2番手はカカノ産業、懸命に追いすがります。ビートブラック先頭、残り 200m、 ビートブラック先頭だ、残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はカカノ産業、ビートブラック独走、ビートブラックぶっちぎりです。ビートブラック1着、2着はカカノ産業、見事に勝ちました。ビートブラックカカノ瑞希完敗です。着外に沈みました。コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はカジノドライブ、カジノドライブ先頭、2番手はトランセンド、追いすがります。不利要素いっぱいになった。あと 200m、 カジノドライブ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トランセンド迫る、カジノドライブ先頭だ。カジノドライブ、カジノドライブ1着、2着にはどうやらトランセンド、見事に勝ちました。カジノドライブ、不利要素敗れました。これは掲示板までです。
Thank you.
Thank you.
こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシャトーラモーヌシンフォニースクワート。この馬も好スタートを切りました。オリエンタルスパーク前に行きそうです。ロスファルコンそれに続いています。さらにはシンフォニースクワート6番ダム&プライド、その後ろザズー、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。オリエンタルスパークル先手を取りました。並んで11番シンフォニースクワート、その外にリッツトリッキー、向上面に入っていきました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはオリエンタルスパークル、その後ろにシンフォニースクワート、その外からロスファルコン、その後ろにリッツトリッキー、さらにはラブ&プライド、黄色の帽子フレンドリーウェーブ、その後ろロイヤルデルタ、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてオリエンタルスパークル、シンフォニースクワート、ほとんど差がありません。ロスファルコン3番手カタノカリーナ、この位置は果たしてどうでしょう。後続集団も追い上げにかかります。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オリエンタルスパークル先頭、残り 200m、 オリエンタルスパークル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カタノコビーナ差し切った。カタノコビーナもう一伸び。先頭はカタノコビーナ、1着でゴール。カタノコビーナ1着、2着にはどうやらインディアンキルデア、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノコビーナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヘッドエッジ、コースタート、ウィンドガード、この馬もコースタートを切りました。タタノセルシオ前に行きそうです。ウィンドガード、それに続いています。さらにはオートランド、3番オンルドルフ、その後ろペルシアンランサー、後方に控えました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。オンルドルフ先手を取りました。これに続いてヘッドエッジ、タタノセルシオ後位をキープ、その外にコイル、緑の帽子、オートランド、その後ろ、その外にパーソナルハーモニー、フリートエア、すぐ後ろオレンジの帽子、デルタマター、その後ろムービーサクセス、すぐ後ろ並んで12番タイムトゥカルテット、その後ろからはサッカーアロマ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番オンルドルフ、まだ粘っています。2番手はタタノセルシオ、絶好の手応えです。コイル3番手、タタノセルシオいい位置、安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはカタノセルシオ、カタノセルシオ先頭、あと 200m、 カタノセルシオ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はペルシアンダンサー、先頭はカタノセルシオ、1着でゴール。カタノセルシオ1着、2着はペルシアンダンサー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノセルシオ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭は片の順序、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 カバルリーマン伸びてきた。カバルリーマン先頭、2番手はキャピタルワース、カバルリーマン1着、カバルリーマン完勝、カバルリーマン1着、2着はキャピタルワース、勝ったのはカバルリーマン、見事な勝利です。
こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。クラシックマジック前に行きそうです。片野梶君それに続いています。さらにはアーバンアンナ14番、ソングオブハピネスその後ろ。それでは先頭からクリスザオアシス先手を取りました。その外にエターナルウォール、片野梶君好位をキープ。前はクリスザオアシス、2番手は片野梶君、絶好の手応えです。ソングオブハピネス3番手さあ片野梶君このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。残り 200m、 後続を大きく引き離しました。片野梶君抜けた。このまま決まるのか。2番手はソングオブハピネス、片野梶君独走、片野梶君ぶっちぎりです。片野梶君1着、2着はソングオブハピネス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。片野梶君まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はイージービーチロイヤルヘブン、先頭あと 200m ロイヤルヘブン、先頭だ残り 100m ロイヤルヘブン、出まるアイスボックス、スーパースプリング追いすがります。アイスボックス1着、2着にはどうやらスーパースプリング、勝ったのはアイスボックス、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。グランドフローリック前に行きそうです。タタノアオチャそれに続いています。さらにはファインベリー16番、タックドボアストロその後ろ。では前の方から、先手を取ったのはタタノアオチャ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはタタノアオチャ、その隣にランカントリー、ファインベリーそのうちに続いています。内からはカリスマプロテクター、さらにはブランドフローリック、並んで8番、イージーフラワー、その外からベストエース、その外にタックドボアストロ、さらにはブルーミングオリンピア、黄色の帽子ツインシーズン、その後ろ。すぐ隣にステラシーン、その横にルーラーシップ、ウェディングエッジ、この馬もこのグループ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。タタノアオちゃん先手を取りました。すぐ後ろにカリスマプロテクター、その外からランカントリー、内からはイージーフラワー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はタタノアオちゃん、カリスマプロテクター、ほとんど差がありません。ランカントリー3番手、さあタタノアオちゃん逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカタナオチャ、カリスマプロテクター、その後ろランカントリー、その後ろブランドフローリック、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。カタナオチャ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はファインベリー、出応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはりカタナオチャ先頭だ、必死に追うカタナオチャ。2番手はサラフィナ、カタナオチャ1着、カタナオチャ1着、2着はサラフィナ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタナオチャまさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が波乱に立つでしょうか。ダッシュエベレスト前に行きそうです。カフェデライト、それに続いています。さらにはホワイスオーバー、7番カレージャスキャット、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはデルモントブラッド、その外にカフェデライト、その隣にダッシュエベレスト、すぐ後ろにカレージャスキャット、タタノアードマイヤ、後位をキープ、その隣にジュエリータウン、その横にクワイエットアバン、クワイスオーバー、この馬もこのグループ、その外からスペシャルギャル、並んで11番トロピカルソロ、ノルディックトゥルース、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はパフェデライト、まだ粘っています。2番手はタタノアードマイヤ、これは絶好の手応え。ベルモントブラッド、3番手タタノアードマイヤ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はパフェデライト、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったカタナドマイヤ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はカレージャスキャット、残り 200m、 カタナドマイヤ先頭だ。残り 100m、 カタナドマイヤ先頭、2番手はカレージャスキャット、カタナドマイヤ1着、カタナドマイヤ1着、2着にはどうやらホワイスオーバー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタナドマイヤ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の鈴鹿コーズウェイ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レッドライナー、好スタートを切りました。シルポート、この馬も好スタートを切りました。やはり逃げるのはシルポート、これに続くのがレッドライナー、これに続くのがガルボ、並んで2番パドトロワ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として17番シルポート、2番手はエッドライナー、ガルボ、3番手カレンちゃん、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシルポート、さあ直線に入りました。これからの勝負、シルポート先頭、差はほとんどない。2番手はシルポート、シルポート、さあ手応えはどうか。あと 200m、 一気に後続がやってきた。2番手はガルボ、カレンちゃん、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。カレンちゃん1着、2着はガルボ、カレンちゃん素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。
Thank you.